作曲や編曲を志すのであれば、音楽理論や作曲技法を学ぶことももちろん必要ですが、実際の曲やアレンジを耳コピしたり解析したりすることもとても大事なことだと思います。そして分析すべき音楽的なポイントをいくつか挙げると、楽曲の構成、楽器の編成、コード進行、調整、これはキーのことです。メロディー、リズム、ボイシング、歌や演奏内容などいろいろあるわけです。しかしこれら多岐にわたる項目を全て分析する必要はありません。題材についても自分の好きな曲から取り組んでいただければいいと思います。この講座はアンミュージックスクール講師水上清先生の監修により、米津玄師さんのレモンを題材にして解析していきたいと思います。どうしてこの曲は耳に残るの？はい、この質問にお答えしましょう。まずはメロディーから紐解いていきます。ここに各セクションのメロディーを書き出しました。それぞれ赤線、青線で記してあるところがリズミックモチーフになっています。曲の節に統一性を与えるためにリズムを揃えることをリズミックモチーフというのですが、この曲はそれが比較的保たれて使われているので非常に構築性が高いですよね。それでは最初に A メロから見ていきましょう。まずここです。シンコペーションといって、タータタータとタイで結ばれています。このように同じリズムに従って小節が進んでいくのですが、使われているピッチ感は違っていても、このリズミックモチーフによって同じ節を並べているような感覚になるのです。それによって統一性が保たれているわけです。今度は A メロの後半部分を見ていきましょう。青線のところです。こちらも16分音符2つが先取りされている点は同じですが、それに続く四分音符と八分音符までが一つのモチーフになって展開されています。そして B メロを見てください。こちらは一小節単位の長いモチーフになっていますね。これが1から3小節目までピッチを変えながら展開されます。普通であれば前半にあたる1小節目と後半にあたる3小節目を同じピッチにすることも多い中、この曲に関しては最初のフレーズに対して3小節目のフレーズは3度ずつ下にずらしたピッチで書かれています。つまり1小節目と3小節目を同時に歌えばハモリになっている関係なわけです。まさにモチーフ展開の実例と言えますね。へえ、なるほど、そうなんだ。最後にサビメロを解析してみましょうか。16分音符のアウフタクトから始まり、16分音符と普天8分音符の結合音符を3つで計1小節分のフレーズができています。弾いてみますと、というのが3回繰り返されます。その後サビメロを締めくくるのがこのリフレイン部分です。リフレインとは同一フレーズを複数回繰り返しより強く印象付けるメロディー手法で、一般的には楽曲の最終場面付近で最後のワンフレーズを3回反復するスタイルが多いですよね。この曲ではサビが三度出てきますが、その最初と2度目はリフレインが2回置かれ、最後のサビではリフレインが3回になり、より終わりらしく強調されているわけですね。そして C セクションのメロディーは四分音符と八分音符が使われていますが、ほぼ2小節ずつの同じモチーフと解釈してもいいと思います。この曲はリズムやメロディー、コード進行などを印象的に植え付けるテクニックが随所に散りばめられていて、とても完成度が高いと思います。この動画を見てレモンを聴くと、より深く曲のことが理解できるかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。次回はどうしてこの曲は歌いたくなるの？という質問にお答えしたいと思います。
お楽しみに。